今私がいる場所は新しく建てられたばかりの横浜駅ビル、 JR タワーの12階屋上庭園海空デッキです。映っている建物は横浜ベイシアラテンホテル&タワーズです。次の奥に見えているのは、天理ビルです。ヨドバシカメラの入っている建物、隣は岩崎学園。ヨドバシカメラと天理ビルの間の道路はそのまま行くと三沢球技場と新横浜方面となります。右手手前に見える建物はショッピングセンターの横浜モアーズです。横浜西口バスターミナルとタクシー乗り場、地下はジョイナーズ地下街、昔の旧ダイヤモンド地下街になります。左の建物はデパートの横浜高島屋です。今いる場所である JR タワー12階の屋上、海空デッキを映しています。JR タワーはルミネが運営するニューマンとシネマコンプレックスの TJ と駅ビルの商業施設のシャル、そしてオフィスが入居しています。雨がまだ少しだけ降ってきてます。やば。ルミネ横浜です。赤い電車は京浜急行電鉄です。東口寄りにあります。横浜ベイクォーター、今いる場所は横浜駅西口にある相鉄駅ビルの相鉄ジョイナスの屋上、ジョイナスの森彫刻公園です。
茶色の建物はファッションビルである横浜ビューレです。右手は横浜高島屋、左手はレンガ色の線が高いのはレイシェルタンホテル&タワーズです。茶色の建物は横浜ビブレです。今いる場所は横浜駅東口の複合施設である横浜スカイビルの29階のエレベーターホールです。今映しているのは横浜駅西口から先になります。右手は横浜ベイシェラトンホテル&タワーズです。クリーム色の建物はボーリング場、フィットネスジムの核とした複合アミューズメント施設浜ボールイアスです。下の方に見えている鉄道は JR 東日本の東海道線、横須賀線、湘南新宿ラインの線路です。さらに下の電車は JR 東日本根岸線京浜急行電鉄です。屋上の色が緑色の建物は複合型体験エンターテインメントビル遊ビルです。左手建物はシューマイ弁当の崎陽軒、右隣は横浜中央郵便局。今いる場所は横浜駅東口にあるデパートそごうの屋上です。みなとみらいの方角です。ショッピングモールの横浜ベイクォーターです。田平川です。先ほどいた横浜スカイビル、日産自動車グローバル本社、奥の背の高いビルはランドマークタワー。今いるこの横浜そごうの屋上を映しています。
太陽の塔。シューマイ弁当の崎陽軒、右手は横浜中央郵便局、その奥は阿蘇ビル。横浜駅西口にある JR タワー、左手に横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ。横浜駅西口交番付近、ここで待ち合わせをしている人が多いんですよね。分かりやすいからかな。左手の建物は横浜高島屋、中央は横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ。中央の水色の建物は横浜モアーズ。新しく建てられた JR タワー、相鉄ジョイナス。高島屋。正面はヨドバシカメラの入っている建物、看板でわかりますね。右手の茶色の建物は横浜ビブレ、川は幸い川です。ご視聴ありがとうございました。なおチャンネル登録をしていただきますと嬉しいです。